ドニャーナ国立公園は、スペインのアンダルシア州にある国立公園。ウェルバ県とセビリア県にまたがっている。ヨーロッパでも最大級の自然保護区でもある。ユネスコの世界遺産に登録されているほか、生物圏保護区、ラムサール条約登録地にもなっている。この国立公園は、毎年50万羽以上の渡り鳥や水鳥たちが、 越冬地に選ぶ楽園であるだけでなく、多くの動植物にとっても良好な避難所となっている。スペイン南部のアンダルシア地方に位置し、大西洋に注ぐグアダルキビールカワウガンに広がっている。伝説によれば、紀元前、この地域にはタルテッソス王国があったとされ、また、2009年より行われた調査によって、 伝説の都市アトランティスがこの地の湿地帯のもとに眠っているといった発表もあったが、物的証拠としての最古の遺跡はいくつかのローマ遺跡が現存しているのみである。この一帯にある湿地は2000年ほど前はローマ人の手紙でも言及されている湖であったが、その後堆積物により現在のような姿に変化した。この地域は15世紀から、 当時の貴族の狩猟場として保護されていた。16世紀にメディナシドニア公だったアロンソ・ペレス・デグスマンが、その妻アナのための宮殿をこの辺りに建てたことから、ドニャアナ、すなわちドニャアナという地名となった。一行18世紀までは狩猟場としてのみの存在であったが、18世紀以降はさらに伐採、牧畜にも利用されるようになり、19世紀からは、 科学者や博物学者が蝶類の卵や白製を目当てに訪れるようになった。このように中世においては貴族による保護のおかげで結果的に自然は維持されてきたとも言える。また、湿地やその近くはマラリアなどの発生が危惧された結果、人が寄りつかなかったとも言われている。1963年、開発や観光による 気象生物への影響が懸念されていた。この地域で、スペイン政府と WWF が協力して、約7000ヘクタールの土地を取得し、ドニャーナ生物保護区を設置した。ドニャーナ国立公園となったのは1969年であった。その後1978年、2004年に、区域の拡大が行われている。 世界自然遺産に登録されたのは1994年であった。1998年4月近隣にある鉱山のダムから有害廃棄物が大量に排出されるという事故があり生態系への影響が懸念される事態となった。実際の影響としては魚類だけでも30トン相当が犠牲になったとされる。除去作業は同年11月末までに ほぼ完了したものの一部の酸性水が本公園の地下水に浸透した可能性とそれによる動植物への影響も指摘されており2011年現在でも懸念材料となっているなおこの事故が発生する可能性は1995年頃から認識されていたという指摘もあるが事故の後処理については即時の操業停止及びスペイン政府と協力しての 除去作業と類似した事故への対応の模範と評価もされている。また、公園外ではあるが、声優所の拡張計画とこれによるタンカー像に伴う偶発的な事故の懸念や石油パイプライン建設の計画もあり、これも注視されている。1969年に創設されたこの国立公園は、 5万720ヘクタールの面積を持ち、さらに周辺部には1989年に自然公園も設定されており、その面積は約5万4000ヘクタールである。毎年30から40万人以上が訪れる。オフラミンゴ、地中海カメレオン、アカシカなどに巡り合うことも珍しくない。ドニャーナ国立公園は、 全地球的に絶滅が危惧されている猫科の動物であるスペイン大山猫にとっても最後の隠れ家となっている。自然環境は実に多彩で公園の面積の半分を占める湿地帯、固定砂丘や移動砂丘もあり、川口付近の海岸線、雑木林、そしてラグーンとが、それぞれ対照的な景観を形成している。ヨーロッパ最大の湿地は季節ごとの 気象条件によって水位が変化し、景観もまた変化する。夏には日上がり、秋から冬にかけては、雨や、近隣の小川の水上昇に伴って、ラグーンになり、春には、金宝外科の花が咲く。移動砂丘というものは、ヨーロッパでは珍しく、また東高園の移動砂丘は、ヨーロッパでは、最大級とも言われ、1年で6メートルほども移動するという。 コスタデラルスと呼ばれている川口付近の海岸線は海水浴客にも人気の海岸であり、アンダルシアではよく見られる白い壁の建物と砂浜、ぶどう畑なども見られ、春には祭りも行われる。スペイン大山猫戦術のように多彩な自然環境があり、多様な動植物が生息している。900種類以上の植物、両生類11種、淡水魚、 約20種、爬虫類、約20種、哺乳類37種、そして、蝶類370種などが生息を確認されている。また、伝統的な生活も一部公認されているため、炭焼き、養蜂などに従事する人間も生活している。以下に、動植物の例を挙げる。案内所公園の複数の入り口に、一般向けの案内書がある。 ハイキングコースや動物を観察するためのコースでは、動物たちを控えめに観察することは認められている。この公園を秋に訪れれば、多くの渡り鳥たちの大移動の様子を目の当たりに、することができるだろう。ツアーには2つの方法がある。海岸戦争いにはいくつかのリゾートホテルもあり、その中には、パラドールもある。復活最後の、第7日曜日にかけて行われる。 ドニャーナ国立公園内にあるアルモンテ・ノエル・ロシーオの制度に巡礼する巡礼祭があり、遠くアルゼンチンなどからも多くの巡礼者が訪れ、大いに盛り上がるというが、これは公園の運営方針に反しない範囲で認められている。ドニャーナ国立公園は1994年にユネスコの世界遺産に登録された。2005年に登録範囲の拡大が行われた。 結果、東公園と周辺にある自然公園を合わせたエリアのうち54,252ヘクタールが登録されている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ユネスコ2013、右上の表エビ、ドニャーナ国立公園、第一の目で見る世界遺産。JAXA2013 年5月1日閲覧。 ABCD スペイン政府観光局 2011P35 津波で沈んだとしているロストシティオブ・アトランティススワンプとバイ津波メイビー・ファウンドロイター通信2013年5月1日閲覧 F ・カルスコル 2010P22 旗中 2012P293 旗中2012ピアニッシモ293294 A.B. 畑中 2012P294 ドニャーナ国立公園小学生のための世界自然遺産プロジェクトユネスコキッズ実行委員会2013年5月1日閲覧 F. カルスコル 2010P23WWF の歴史最初の活動 WWF ジャパン2013年5月1日閲覧 絶えず地域開発や観光によって脅かされこれは世界遺産の登録範囲の拡大ではないことに注意。畑中2012ピアニッシモ294295ユネスコ1998京都大学長崎大学名古屋大学。経済的価値の内部化による生態系サービスの持続的利用を目指した政策オプションの研究最終研究報告書。 平成23年度環境経済の政策研究。財団法人地球環境戦略研究機関。P34。2013年5月1日閲覧。AB 畑村洋太郎。ハイサイダムの結界でお題が流出。畑村創造工学研究所。2013年5月1日閲覧。ユネスコ2011。ファクターズアフェクティング The Property Identified in Previous Reports の A 地域連絡会議第34回世界遺産委員会の概要第14回地域連絡会議小笠原自然情報センター2013年5月1日閲覧ユネスコ2011カレントコンサーベーション・イシューズ畑中2012 P295 畑中2012 P2971996 から2009年。スペイン政府観光局2011。P36ABCD 畑中2012。P296 ドニャーナ国立公園。世界遺産の旅研究会。2013年5月1日閲覧。AB 第414回ドニャーナ国立公園。TBS2013 年5月1日閲覧。 ヨーロッパ、エスリーディングビーチ2010。ワールドトラベルアワーズ2013年5月1日。閲覧。ヨーロッパ、エスリーディングビーチノミネート。コスタデラルス。スペイン政府観光局オフィシャルサイト。2013年5月1日閲覧。畑中2012。P295 から 296. これまでの放送013。ワイルドライフ。 NHK、2013年5月1日閲覧。アンダルシア地方にわずか200匹ハットエビー。第414回ドニャーナ国立公園 TBS、2013年5月1日閲覧。イベリア型ワシ,ロアシコニカミノルタ。2013年5月1日閲覧。オラクタラガスクニキュラス。IUCN、2013年5月1日閲覧。 ドナナナショナルパークツアーズハット地球の歩き方スペイン2010から11のサンルーカルの記述にあるパラドールデマゼゴンブッキングドットコム2014年11月9日閲覧パラドールデマサゴン塩味 2012P91 塩味 2012P92 ユネスコ2005ユネスコ2013右上の表ユネスコ2005正確には 54,251.7ヘクタール。ありがとうございます。